はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。アナル雑賀です。デッドバイデイライト、新生クラウンを。まあ、PTB で特に内容変わってないんでね。まあ、活性瓶、新作、クラウンの新作が出たということで、使っていきたいと思うんですけど、今回のね、コンセプトが、この瓶、解毒剤使うと、足が 10% 速くなるんですよ。で、さらにこれ、担ぎ。興奮をつければ、担いでる時の足が 18% 足が速くなると。で、これに解毒剤も乗るので、担ぐ時にね、これを使えば 28% 足が速くなる。どんくらい速くなるかというと、普通のキラーの足は 4.6 メートル毎秒なんですが、この活性瓶&興奮で 4.7 メートルになります。普通に歩くより担いでる方が早いっていう。というコンセプトで今回。とにかく担ぎながら殴りまくるという感じで行きたい。多分パーティーな気がする。結構ね、なんかロビーの感じがパーティーっぽいんだよな。ちょっとその発電機いますよね。そうそうそう。しっかりみんなでここをやろうっていうのが。これは倒さない。OK、これで、この人、お、倒さないのはまずい。で、は。はい、これを、この人ダウンさせて、で、担ぐときに、活性瓶。はい。これで、足が 4.7 メートル。早いでしょ、普通に。いける。OK、OK、OK。はい、余裕で追いつきます。外します。はい。外した時用の狂気の根性。OK。これね、ミスっても硬直なしにガンガン殴れるのが狂気の根性。で、当たれば3秒間ね、もがきゲージが止まるので、とにかくこれで殴りまくれる。さらに担ぎ時間上げるために、鋼の、なんだっけ、拳じゃない、鉄の握力だっけ。奥にいる。これで、オッケー。この人は？ああ、ミス！で、歯かな？うん。倒してもらい、はい。ここ、もう、逃げ場ないからね。で、歯だけ警戒したいけど、いける。うん、オッケーオッケー。警戒した。うん。ミスらないとは言ってない。よし。さあちょっとね、ここ発電機あれつきそうなんで、稼ぎ使わず行きます。間に合うかな？間に合いませんでした。はい。左の方の発電機蹴りたいけど、もうこっち一個ついちゃったからもういいや。はい、どうも。どうもどうもどうも。いい守り。オッケーオッケーオッケー。このね、パーティー意識はね、おお、これはいいぞ。いけんじゃねこれ。はい。担ぎ殴り、多分しやすいと思うんだよね。みんな助けに来たがるから。ほい。これまずいんじゃない？大丈夫。これで、欺かれないぞ、そんなのでは。で、はぁ、オッケー。よし。おお、マジか。なるほど。じゃあ、釣ろう。言うよか。あ、消しないね。そういえば UI がまた変わるらしいね。左上から左下のあの今のアドオンがあるところのちょい上になるらしいけど。ようやく慣れてきたところなのに。さっき救助来てる。オッケー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 。はい、エラグルー。はい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 、無駄。はい。で、その裏にフェンミンがいるから。はい、オッケー。これめちゃめちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。ほい。あ、言い忘れてたけど、そう、今回ね、活性瓶の効果がちょっと長くなってます。前まで疲労瓶だったアドオンの効果が変わってね。さあ、救助。これは？え、服落としてる。アーカイブ？はい、OK。猶予じゃないのか。この人が助けに来たんだっけ。なんかもう、やりすぎて覚えてないや。
ほい。ああ、忘れてた、そうだ。ついついやりたくなっちゃうよね、これ。この人が猶予、誰が猶予を持ってるのかわからん。よし。さあ、持ってこう。持ってく方が足が速い。よし。これ、雲とか使ったらもっと速いんですよね。さすがにそこまで、パーク咲きたく、あ咲くのは大変だけど。いずれやってみたいね。雲二頭くんで、活性瓶使って、そうすれば 38% 足が速くなるから、担いでるとき、めちゃめちゃ足速いですよ。さあ、まあ、担いでないときの足も速いけどね、そしたら。ほい。一回爆速クラウン使ってみたいね。よしよし。ちょっとここも、他の発電機が怖いので、先に連れてっちゃいます。なんかいないか。こんだけさ、強化入ったのにクラウン見なくない？見ます？俺全然見ないんだけど。一人やった、オッケー。うん。さあ、残り3人。全員、お持ち帰りするぞ。お持ち帰りしながらやっつけるぞ。いや、怪我してない人か。唯一の怪我してない人を引いちゃったな。ほい。殴って、で、下がりながら活性瓶を吸う。OK。ツイッターで見たんですけど、今みたいなやり方で、最後のお楽しみ使うと、どうも。かなりいいですね。殴った後の硬直も短いから、そう、殴りながら硬直中に、活性を吸うっていう。ほい。さあ、それは間に合わない。早いんでね。すい。これね、担いでる、歩くと同時に活性をっていう。よし。さあ、残り一人殴れないかな。このまま殴り、いるけど、これは間に合わないから。よいしょ。いや、めちゃめちゃ今回刺さったな。おい。え？え？スプバだったのかな？これはもう窓の中に入れる。よし。魂の平穏かな？オッケー。めちゃめちゃ刺さった、今回。これ冗談抜きにいいんじゃないと思っちゃったな。この、めちゃ担ぎクラウン。これでね、4.7 秒ですから、早いですからね。よし。処理。これちょっとね、これで普通にちょっと遊んでいきたい。だから極めてみたい。どうなんだろうね。とにかくでも、今までと違う遊び方になるから楽しいですね。うん。では次回もお楽しみ。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。活性瓶の使い方は、ためショット、一番ためて遠くに投げて吸うのがいいですね。うん。では次回もお楽しみ。あ、ちょうどあれです、あれの後です。うん、バイバイ。